こんにちは島田です、えー、雑談力っていう本なんですけど、これむちゃくちゃ面白かったですね。<laughs> あの昔買って積んどくしてありましたあの。なんか面白いのねえかなと思って。<laughs> それでこう読み始めたら、ハマっちゃいましたね。本当面白い本ですね。やっぱ百田さんっていうのは、えー、すごいですよね。 えー、いろんなこと知ってますし、超面白い方ですね。えー、ということで、えー、ちょっとご紹介しようかなと <laughs> いうことなんですけど、えー、まず人を引きつける話をする技術ということで、えー、気象転結気象転結ですね、まあ、これが大切だっていうのと、えー、つかみが大切ということで、あのー、バーバリーライオンっていうね、このライオンですね。<laughs> の話が書いてあったんですけど、知らなかったです。あの <laughs>、ライオンって百獣の王中じゃないですか。なんで百獣の王っていうのに、虎と比較すると、虎の方がでかいんですよ。それで多分1対1で戦ったら、虎が勝ってしまう。これ、あのね、私らの世代だとタイガーマスク。 ってアニメがあったんですよこれ見てるとね、その中に出てくるんですけどね、まあまあ古い話なんですけど、えー、それで、えー、いや、百獣の王っておかしいじゃねえか っていう話なんですけど、実は、あのライオンで、バーバリーライオンっていうのが昔はいたんだと、これ、絶滅したって言われてたんですけど、実は、なんかアラブの方の金持ちかなんかがね、えー、飼育してた中で生きてたっていうのがあって、いまだにいるみたいなんですけどね、すさまじくでかいんですよ。普通のライオンの倍ぐらいの大きさあるんで、これだったら、確かにトライより強いよねっていうことで、 つかみはオッケーたいな感じですよね、えー、そういった話であるとか質問から入るっていうのでねなんで惑星って惑星って言うんだろうって惑わすじゃないですか惑わすっておかしくねみたいな話なんですけど結局、えー、普通の星っていうのは地球を中心にこう綺麗ななんか 線を描くんですよねそれに対して惑星って呼ばれるものを火星とか水星とか金星とかっていうのは地球と一緒に太陽の周り回ってっから変な動きになるわけですよ。それで、えー、惑わす星みたいなね名前ついてんだよみたいなねそんな話なんですけどね。<laughs> あと常識を揺さぶる話ってこれねえマジかと思ったんですけど。 えー、人工衛星っていうのはものすごいスピードで落ち続けてるっていう話。<laughs> 嘘だよとか思うんですけどね、えー。実際に落ち続けてるんですけど、すごい勢いで走ってるせいで、なかなかこう下に行かないわけですよね。しかも地球って丸いから、あの平地であればいつか落ちるじゃないですか。こう真っ平らであればね。ところが丸いから、 奇跡的にこの綺麗な円でこう回って地球の周りをぐるぐる回ってんだよと。これもっと言うと月もそうらしいんですよ。月もものすごい勢いで地球に向かって落ちてるんですけど地球が丸い線をぶつかんないよと。でもっと言うと地球も太陽の周りをものすごいスピードで落ちてってんだよっていうね。えー、そうなんだっていうね。<laughs> すごいですよね。こんな話初めて知りましたってやつですね。あと、単純なうんちくはつまんない。いやー、俺こんな話知ってんだよみたいなので、ちょんちょんで終わるのは、うん、ああ、そうなので終わっちゃうんですけど、そこからちょっと深掘りするっていうことですよね。例えば、葛,葛飾北斎っていうのは、えー、生涯で93回引っ越したって。 マジかよみたいな面倒くせえだろうと思うんですけどこの引っ越した理由っていうのが笑えるんですけどね、えー、葛下北葛飾北斎っていうとあの、まあ、日本画ですごい有名な方なんですけどあの食べたらそのまんまゴミは捨てないみたいなねそういう生活をしてて家ん中がゴミだらけになるとそのまんま引っ越すらしいんですよ。 要は耐えきれないみたいな感じですかね。それでこ引っ越した先で同じ状態になるとまた引っ越す。それ93回目で引っ越したところがたまたま自分が前住んでたところでぐちゃぐちゃのまんまだったということでそれからは引っ越してない。片付けたんですかねみたいなねそんな話ですよね。 あと数字がすごい大切だっていう話でシャチっていうのはなんだ海のギャングとか言われるじゃないですかそれで、えー、シャチとじゃあホウジロザメホウジロザメっていうとジョーズとかに映画になってすごい怖いってイメージがあっていやジョーズが強いんじゃねえみたいなねホウジロザメの方が強えよとか思っちゃうんですけどここで数字の凄さが出てくるんですけどシャチって10トンがあるらしいんですよ 10トンですよそれで、ホウジロザメで普通だと700キロぐらいしかないらしいんですよ。0.7じゃないですか。それで、でかいのになると、それでも2トンぐらいしかないんですよ。10トン対2トン。ね、大人と子どうじゃないですか。そりゃ勝てねえよなと。しかも、泳ぐスピードが、シャチが70キロ。それに対してホウジロザメが30キロ。 もう,もう無理っすよね <laughs> 体当たりされると宝ジロザメ死んじゃうらしいです。ということで数字ってでかいよなって話ですよね。 えそれで面白い話にはストーリーがあるっていうことで、えー、ロゼッタストーンの例が出てたんですけどロゼッタストーンっていうのをナポ,オンナポレオンが持ち帰ったよだけだとこれは教科書に載ってるような史実になりますよねそ,そこからどんな話がこうストーリーがあるのっていうのをさすがによねよく調べますよね <laughs> これはなんか イギリスとフランスでこの解読合戦をやったらしいんですよ。それでたまたまこの解読をされたのがフランスの人で16歳の時かなに12カ国語を操れたっていう人が10代からこう解読し始めて2 32歳の時に解読できたって お兄さんのところに行った瞬間にそのまんま倒れて5日間生死をさまよったっていうね <laughs>。 だだけ徹夜でで解読してたんだみたんみいな感じですよねそれで、えー、フランスが勝ったよみたいなねそういったなんか物語があるとそのただ単の史実も面白いよっていうねそういう考え方で言うと数学すら面白いんだっていう話が書いてあったんですけどあの久々に聞きましたね微分積分とかねなんかあったよなって覚えてねえわそんなもんって話なんですけど これが、じゃあなんで微分析分が生み出されたかってご存知ですかってう話ですよね。知らねえよ、そんなもんってる話なんですけど。要は、楕円の面積を測るためだったらしいんですよ。 それであの、楕円の面積を測るために、どうやろうって、その楕円の中に長方形をいくつもこう書いてったらしいんですよね。それで、近い数字が出るじゃないですか、それの掛け算していくと。それで、そこで考えたのが、かける無限っていうのを出したらしいんですよね。それが微分積分だって。へーみたいな、分かんねえみたいな感じなんですけどね。 <laughs> あとカウンティングっていう手法があるんですけど、これはギャンブルの世界でですね、あのブラックジャックってあるじゃないですか、そのブラックジャックの,あのカードをこう並べていって、残りの中に何があるのかと、それで、えー、次に出る。 数字を予測するっていうのをこのカウンティングっていうあのレインマンっていう映画見られるとその中であの、まあ、主人公の方が、えーまあ、特殊な能力があるあのキム・ピークっていう方を題材にして、えー、映画化されてるんですけどその方が、えー 何年前の何,何月何日は何曜日っていうとピッて答えられたり読んだ本を全部覚えてたりそういった方なんですけどこの出た数字を頭の中で全部覚えてて残りが何が残ってるじゃあ次は何が出る確率が何パーセントとかね。<laughs> <laughs> やばいですよね、えー。それで勝ち続けるっていうのは映画の中にあったんですけど、それをやったよみたいなね、そういった話があると面白いよねっていう話ですよね、えー。人を引きつける話の技術の次がですね、話の急所を理解するって話なんですけど、ここでね、海女さんの話が出てくるんですよ。それで、百田さんってもともとその、 えー、放送作家みたいなことをずっとやられてて、えー、それたまたま撮影かなんかで行った時にその海女さんの話を特集して、えー、話を聞いた人がですねそのいやー今年はアワビがなかなか取れなかったんですよねっていう話をされててそれでたまたまですね潜って。 でもう何日ぶりかでやっとこんなでかいアワビを、ね、見つけて海女さんがこう手を出したんですよ。したらもう1個手が出てきて奪い合いになったわけですよね。それで海から上がってみたらあっ、母さんみたいなね <laughs> 実は親子だったっていう話なんですけどこれをあそれは面白そうなんでそれ話してくださいって言ったらしいんですよね。 したら、その方がこう真面目な顔して、海女さんの親子かって言っちゃったらしいんですよね。それ、そこが落ちやみたいなね。<laughs> 先に言っちゃだめだよねっていうね。 育毛剤の話っていうのでね、まあ、ご存知のように百田さんは、えー、立派な頭されてるんでねあの育毛剤をこう買いに行かれたらしいんですよねそしたら「いやこれすっごい育毛剤ですよ」って言われてねもうこんなすごいのはもう二度と出ないですって言ってその育毛剤を、えー、話した店長が 見事なカッパハゲだったと。<laughs> あそういうオチですよね。<laughs> ああっていう話ですよね。<laughs> だからちゃんと球収を考えてちゃんとオチでつけるっていうとこですよね。あとストックを持つっていうことで、まあ、とにかくいろんなね、えー、話を自分で聞いてストックするとか、本を読むとかそういうのが必要ですよっていうね。 そ,その中でね、銭湯の話があって、ちょっと笑っちゃったんですけど、えー、ある男の子が、万、え、代、ーまあのね、おかみさんに、これ懐かしいんですよね。<laughs> これ知ってる人は同い年ぐらいですよ。<laughs> 時間ですよってドラマあったんですけどね。坂 <laughs> 井正明、超若いっすよ、みたいなね。 <laughs> まあどうでもいい話なんですけど、えー、その子供が、いくつになったら女湯に入れなくなるのって聞いたらしいんですよね。したら、えー、このバンダイの、えー、おかみさんが、女湯に入りたくなったときだよって言ったっていうね、<laughs> あーっていう感じですよね。<laughs> あー、お上手だなっていうね。 えー、あと自慢話で感動させるのは非常に難しいよということでまあよくね自慢話ってするんですけどあくまでこうなんだろうな普遍的な話というか教育のために、えー、ちゃんと作り込んで渡してあげる分には、えー、聞く耳を多分持つんでしょうけど <laughs> そうじゃなくて「いやーって俺は若い時はなー」みたいな話だけで終わっちゃって。 そこにこう普遍的な話とか学びとかがないと、あ、ああまた行ってるよ、こいつみたいになるよっていう話ですね。えー、あと、失敗談ほど面白い話はないっていうことでね、えー、笑えないのはちょっとね、本当の失敗はあれだけどっていうので載ってたので、えー、うんこ漏らした話とかありましたけどね。<laughs> あ、あ、あ、私、ないんですよ、それは。 えー、でもねちょっと面白いんで是非読んでみられるといいのかなって感じですね <laughs>、えーその。その気になれば誰でも雑談上手っていうことで書かれてたのが、えー、相手ではなくて自分が関心持つ話をした方がいいんだと。なんでかっていうと自分が好きだからいろいろ調べるじゃないですか。 っていうので、永遠のゼロの話で、これでやたらね、ゼロ戦の話が載ってるんですよ。もうこの人ね、たぶんね、百田さん大好きなんですよね、そういうのが。<laughs> あのー、これ面白いです。あの、ぜひね、読んでみられるといいのかなと。<laughs> えー、まあ、永遠のゼロもそうですよね、すんごいマニアックですもんね。あのー、読んでほんと、いや、 すごいなって思いますもんね、えー。日本のその当時の技術の高さとかっていうのがね、あの身にしみるんですけどね、えーまあ、ぜひ読んでみてください。あと、一番大切なのは人を楽しませたいっていう気持ちなんだよと。 えー、喜んでくれるとか笑ってくれるとか興味を持ってくれるっていう気持ちで、えー、話をすることが大切だっていうね、えー、あとネタ仕込んどきなさいよって、まあ、たくさんのこう、えー、小ネタをね仕込んどくことがすごい重要なんだとそれでうまくなるコツは実践あるのみって書かれてましたけどね。 <laughs> まあ確かになっていうそれで本当にやっぱ話のうまい人はこうみんなそうですけど司馬、まあ、太郎とかも雑談上手というか話上手、えー、島田信介もそうですよね、えー、彼らに共通してるのがこう話しながら相手をよく見るらしいんですよ。それでそこにいる人たちを見てなんかこう受けてないなと思ったらその話はすっと飛ばして。 あの受けてんなと思ったらもう,もうそれを膨らますみたいなことをねこう自在にやる。それで <laughs> あのほら百田さんテレビ関係やってたんでその地方局で、えー、自分が出てる番組とかで島田紳介とか来るとであのこう。 始まる前にずっと雑談をするらしいんですよ。それでいろんなネタし言いながらそこで反応を見るらしいんですよね。反応を見ててほとんどそのなんだ、えー、番組の中で言うべきことじゃないか話をバーッとするらしいんですよね。それでこう見といて、えー、それで島田慎介がね、えー、全国版で話をするときは、えー、その話が えー、その地方版でね話して受けたところをうまく膨らましながらあんま受けなかったところはスッと飛ばして、えー、やってるっていうことでまあ練習に使ってたみたいなね感じだと、えー、いうことで話し上手は聞き上手っていうことで、えー、タモリさんとかねさんまさんの話が出てましたけど要は変な話ですけどねあの 笑っていいともあったじゃないですか。あそこに来られる人って素人さんですよね。素人さんっていうとあれだな。えっ、ー、と、そんな話のプロじゃないじゃないですか。役者さんであったり、普通の人が来られるのに、すごい面白い話になっちゃうじゃないですか。あれは こうタモリさんとかが話を聞きながら、その壺を探して、笑い話に変換してるわけですよね。まあ、こういう人は本当、達人って言われる、ね、人なんだろうなっていう、まあ、そんな話が書かれてますね。えー、あと、こんな話に人は夢中になるよっていうことで、えー、意外なオチがある話ですね。例えば板垣大助。 板垣シスとも自由はしせずみたいなこれ有名な言葉なんですけどね実はそれ言ってないっていうね <laughs> マジかーみたいなその時は確かに怪我を負ったけど死んでねえしみたいな、えー、痛いから医者呼んでくれって言ったとかね <laughs> あ,のあとガガーリンとかスペースペンの話が載ってるんでぜひ読んでもらいたいなと。 それで、スポーツ選手の凄さを伝えるコツなんですけど、これは、あのまあまあ、島田慎介も語ってましたけど、有名選手の話をしちゃいかんと。誰でも知ってる話は面白はないんやと。っていうか、ああ、そんなん知ってるわってなるんで、それで、詳しい人はもっと詳しい人絶対いますから、えー、その話をするんじゃなくて、誰も知らない話をするということで、 えー、サチェル・ペイジの話が出てたんですけど、えー、この人ですよね、えー。この人がね、むちゃくちゃすごい人ですね。あのー、例えば、金田さんって400勝投手でもう二度とそんな投手は出ないよって言われてるじゃないですか。その <laughs> えー、この人はですね、えー、ニグロリーグって言って、黒人リーグに所属されてた方なんですけど、なんとですね、生涯2500試合に登板して、なんと2000勝を挙げてるんですよ。やばくないですか。<laughs> 人がいたって全然知らなかったんですけど、まあ、当時、多分投げてた球速で170キロ以上は出てたんじゃないかと。しかもそれだけじゃなくてですけどねあの、この針の先を射抜くようなボールを自在に投げることができたっていうことで、えー、しかもですね、ノーヒッターゲームを55試合も 生涯にわたたっってやったとそれで、えー、9回の、えー、表になって、えー、1・0で勝ってたと。したら何やるかっていうと3人をファーボールで歩かしてそれで自分とキャッチャーだけ残してですよ全員を引き上げさせてそれで三振に三球三振に打ち取ったっていうね。 3人をですよ。やばくないですかっていうね <laughs>、こういう話はすげえってやっぱ思いますよね。それであの、お金の話はみんな好きっていう中に、ヘティ・グリーンってこの人の話はね、他の本にも出てましたけどね、ウォール街の魔女って呼ばれた方なんですけど、この人がね、えー、金を稼ぐのは稼ぎまくってたみたいなんですよ。なんか 資産が1200億円とかあったみたいなんですよね。やばくないですか ?1200 億円ですよ。<laughs> そんだけあるのに、えー、50年間同じ、えー、ドレス1着しか着てなかったっていうね。しかも、えー、朝食がなんか冷たいパンかなんかと、えー、玉ねぎを生で食うみたいな。<laughs> その上、子供が 足をけがしたっていうのも、治療代がもったいないからって放置して、足を切断することになったっていうね、やばいっすよ。何のためにこの人は金を貯めてたのっていうね、意味がないよねっていう方ですよね、えー。そういうのですごい有名な方らしいんですけどね。面白くないですかこういう話。 っていうとこですよね <laughs> よく知ってんな、この人はっていう話ですよね、えー。あと時代の不運に泣いた話っていうのは共感呼ぶよっていうことで、浮田幸吉さん、これはね、俺、前、漫画で読んだような気がするんですよね、えー。実はライト兄弟よりも早く日本人が、えー、飛行機を空飛ばしたっていう話なんですけど、この人、岡山出身の方らしくて、えー、当時岡山藩なのが、まだ、 そこに所属してて、橋の上からこう飛んで、かなりの距離を飛行したらしいんですよね。ところが <laughs>、要は、えー、なんだろう、当時の江戸時代ですよね。江戸時代当時、こいつはもう、とんでもない不届き者だっていうことで、えー、捕まって、しかも、所払いで、藩、えー、から出されちゃうわけですよ。 それで今度は静岡の方の班に行ってそこでもなんか飛行のことをやって最後は捕まって牢獄で死んじゃうっていうようなね <laughs> やばいっすよねあとこの西澤純一さんって私知らなかったんですけどこの人は光ファイバーの原理を世界初で考えた人なんですよそいう特許を何回申請してもそのことを理解してもらえなかったらしいんですよね それで特許が受けられずそのまんまアメリカに特許を得られちゃって自分は何にもなかったみたいなね、えー、そういうのがねたくさん載ってましたね。えー、ぜひね読んでみてもらえばと思うんですけどね。 それと、あと最後にですね、親友と真面目な話というので、これはね、えー、多分百田さん好きなんですよね、こういうのがね。南、え、京、ー、大虐殺、慰安婦問題、あと明治神宮参拝の話とかね、えー、ここはね、興味ある人はぜひ読んでみてください、えー。私もね、もう何年前かな。 17年前ぐらいかなあの、中国に私3年住んでたんで、その時大連に住んでてですね、それで南京にも行きました。えー、南京行ってね、えー、まあ中国全体をこう旅して歩いたりしたんですけど、その時にね、南京だけですね、日本語を話せないなって思ったのはね、<laughs> やばいですね。えーあの 記念公園みたいなところの入り口に30万って書いてあるわけですよ。まあ、要は日本人が虐殺した数だっていうんですけどね。それで公園みたいなところ歩いてって、えー、その入り口入ってすぐ、こっちガラス張りになってるんですよ。ガラス張りになってて、えー、下を見ると、あの、遺骨がブワーってこう並んでるわけですよ。ね。まあ、こんだけたくさん殺したよ、みたいな。要は、 えー、なんだろう人骨をねそのまんま見せて殺した数を想像させるみたいなもうねここら、ね、辺ちょっと違う日本人絶対それできないじゃないですか絶対ちゃんとね、えー、お祭りするのに見せ物にしちゃってるっていうこれがねもう分かんないですよそれで当時の新聞がね日本語とあと英語でね訳したのがバーってとにかく載ってるんですよただ 30万人ないだろうなっていうのは、えー、思いますけどね、えー。ということで、ここの部分はね、ちょっと、えー、ぜひ読んでみられると面白いのかなと。えー、このね、えー、百田直樹さんの雑談力っていう本は本当面白いです、えー。それでね、えー、いろんなね、多分小ネタに使えるんで、えー、ぜひ読んでみられるといいのかなというふうに思います。終わります。